菌大発生。用の取り替えるわ。ありがとう。熱が高かったから氷の溶けるの早いわね。ウィニー。何？僕もうダメかもしれないね。何ですって？短い間だったけど本当に楽しかったよ、ウィニー。あ、苦しい。どうして笑うんだ？だって今にも死ぬようなこと言うんだもの。高い熱は続くし、頭は痛むし、食欲も全然ない。なに今の音は？アルフレッドのお腹の音じゃないの？少しお腹が空いてきたかな。それ見なさい、ちょっとたちの悪い風邪をひいたぐらいで、そんな情けないことを言うようじゃ、今まであまり病気したことがないのね。うん。子供の時も？ないな。あんまり小さい時のことは覚えてないけど。とにかくもう少し寝てれば風邪などすぐに治っちゃうわ。病気をすると気が弱くなるな。あら、バフン先生。いやウィニー、アルフレッドはいるのかい？とても無理だね。え、何がですか？いやね、ツーランドへ行こうと思ってるんだが、病気じゃとても一緒に行くのは無理だなと思ってね。ツーランドへはいつ行くんです、先生？それが明後日を予定している。スターブル君のサンシャイン号に乗るつもりだ。行きます先生。まあダメよアルフレッド、寝てなきゃ。いや、もう熱は下がったみたいだ。今まで氷のを当てていたんでしょ。額が冷たいのは当たり前よ。気分もいいんだよ。さっきは今にも死ぬんだなんて言ってたのよ。そう、あれはちょっとオーバーだったね。反省してる。まったく無理しなくてもいいんだ。もしその気があるんなら出発を少し遅らしても構わんよ。本当に大丈夫です、あさってでも。呆れた。ツーランドへは何しに行くんですか？私の話を聞いてから返事しても遅くはなかったんだぞ。今まで先生と一緒に行ってつまらなかったことは一度もありませんでした。いや、今度は違うかもしれん。え？実はツーランドという国は北と南が高い山々で二分されていて、気候風土だけでなく生活の水準や環境、あるいは文化状況も全く違うんだ。今度私を招いてくれたミリエルという男は南のアリドタウンの町長をしていて、同時にまじない師でもある。まじない師？そうだ。科学者の先生とそのまじない師のミレールさんとは一体どういう関係なんです？友人だ。まじない師といってもミレールは古今東西の秘薬、つまりあまり知られてないがよく効く自然の薬だな。その秘薬に通じていて、ある会合でテーブルの席が隣同士になって以来大変親しくなったんだ。その彼が大きな問題を抱えている。助けてくれと言ってきた。大きな問題ってどんな？ツーランド王国の南部地方に未知の病原菌による病気が発生したんだ。未知の病原菌？私はアルフレッドが言ってくれるととても助かるが、今度の話はすべきではなかったと後悔している。どうしてですか？恐ろしい病気が発生している地域にまだ治りきっていない病人を連れて行くことになる。アルフレッドは覚悟しているわ。それに風邪ぐらいあさってまでには治ります。目的があると病気の治りも早いんでしょ先生。まあそれは言えるが、あさってまでに体を完全に治してください、神様。今頃言っても間が抜けてるようだけど、この旅行取りやめた方がいいんじゃないか？なんで急にそんなことを？確かにバフン博士は天才で才能も多方面にわたっているが、お医者さんじゃないぞ。だから悪い病気が発生しているところへ行ってどんな役に立つのかな。お前についてはなおさらのことだ。僕はバフン博士の手伝いをするだけだよ。
アリドタウンの町長さんが招くぐらいだから、バフン博士が役に立つことははっきりしているよ。そうかな。それにだよ、お前にしても博士にしても未知の病原菌に取りつかれる危険性について考えなくてはな。うん、それは確かにあるね。おい、アルフレッド、お久しぶりです、スターブル船長。それじゃ父さん、行ってきます。本当に気をつけるんだぞ、アルフレッド。あ、ツーランドへ行ってお前に何ができるかと質問されれば、正直言って分かりませんと答えるしかない。じゃあなんで行く気になったんです？ツーランドという国に興味があるからさ。病原菌ではなくて国に？知ってると思うが、ツーランドは北部と南部とでは全く違う。一口で言うと北は豊かだが南は貧しい。そうらしいですね。王様は北部のミラータウンの宮殿にいて国を支配している。12人の賢者と呼ばれる、まあ大臣みたいなものが実際の政治を行っているわけだが、南部の出身者はめったに賢者に選ばれない。おまけに南部には学校も少ない。土地は荒れ、農業にも適さない。そこに悪性の病気か。踏んだり蹴ったりだな。私の友人のミエルはそんな土地で町長として大変苦労している。その彼が来てくれと言ってきた。ともかく行くしかない。私はそう思ったのさ。国に貧しい地方があるなんて信じられない。まったくな。急げ急げ。間に合った。バフン博士とクワクさんですね。私はバフンですが、あなたは？失礼いたしました。大使館の連絡係を務めておりますジョーダンです。おお、大使館の方。本国からの通達で先生とクワクさんがアリドタウンに向かったので、できるだけ援助するようにと。おお、そいつはありがたい。それじゃあ早速お尋ねしたいことがあるんですが。何なりとどうぞ。南部で発生した例の未知の病原菌による病気はこの北部では発生していないんですか？はい、今のところ北部での病気発生の話は聞いておりません。確かなんですね。いえ、新聞テレビなどでは報じられていないという意味です。じゃあ王立医学研究所やその他の病院にも当たって、北部には例の病気が見つかっていないかどうか確かめてください。わかりました。ところで先生方は？私たちはすぐにアリドタウンに向かいます。それじゃあ駅まで車でお送りいたしましょう。どうぞ。これが王様のおられる宮殿です。おお、立派な宮殿だ。さあ、早く早く。ああ、ありがとう。それじゃあお元気で。ジョーダンさん、荷物荷物。これ。北にはこんなに豊かな土地があるのに、南にはないなんて信じられない。あの高い山々の向こうはどうやら本当に貧しいところらしいぞ。僕、こんなに長いトンネルは初めてです。それでもこのトンネルができる前は
列車はもっとずっと遠回りしていたらしいよ。この高い山々のせいなんですかね、北と南の状態が極端に違うのは。いや、山のせいじゃないと思う。それじゃあ何が。この国にいる間に君が自分で見つけ出してごらん。はあ。あるんですか？